さあ今年もやっていくぞ、ゴジラジェネレーションズ実況。あの伝説のクソゲーゴジラジェネレーションの世界でもってクリスマスに浮かれるこの街のパリピたちを火の海にね、火だるまにしてくれるわ。うわあ、俺の心と同じようにゴリラの火炎、放射火炎が燃えている。今まさにこの街を焼き尽くさんというこの怒りの炎が、いや別に大して怒ってもないけど、パリピを燃やせとたぎっておる。パリピを焼き尽くせとな。うおー楽しい。今これみなとみらいの街を破壊しているらしいです。みなとみらい横浜ですね。横浜なんてのはもうあれよね、クリスマスの時期っつったらもうあの右を見ても左を見てももうあれでしょ、カップでしょ、カップ 大名人でしょ。よっ、あっ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 、パリピたちが抵抗してきている。そうはさせまいと。しかしそれを許さない。あ、1個残ってるね、1個残ってる。このピンク色の点が攻撃してくるやつで、青いやつがヘリです。ヘリぶつかって壊れた。いやもうどんどん攻撃してくるんだよな。ここら辺にいるはず。踏んだか。普通にね難しいっすね、この辺のステージになってくるとね。燃やせー燃やせー。ったー、この方向、そしてだー、おー燃やしたか、多少燃やしたか。勝利の雄たけびを上げろ。今日はクリスマスその夜つったらもうね、町の至るところで、町のホテルにはもうそういったアベックたちがねアバンチュールをしてるわけですよ。分かってるのか、この今日の日のこの今日の日のこの絶望というかさ、こんな日にこんな実況を撮っているというこの物悲しさ。どんどんこうパリピの猛虎がうるせえ、破壊し尽くす、この街はもう壊す。君らの動画をこの見てる人たちのさ、なんかこう思いを寄せてる人とかがさ、今日の夜とかにはもうこういったホテルでさ、今崩れたけどね、腕で抱かれてるわけよ。好きなあの子も今夜は誰かね、知らない人の腕の中で寝ているんですよ。この現実、この現実をただ指をくわえて見ているようでは怪獣魂が、うおー、これ地味に体力回復していって、目の前の灰色い建物をね今破壊しに行く。これだ、ここにもきっと幾人かのカップルが宿泊している。壊せ、壊し尽くせ。ねえ12月っつったらもうね、もうやっぱこう やりちん野郎どもはさ、やっぱ早めにホテルを抑えて、もうそういったこの狙いを定めた女の子を口説き落としにかかるっていう、そうやって着々と準備を進めて、2週間3週間経って24日、12月の頭からしたら3週間ほど準備を固めて、そして腕の中となっている。しかしだ、どうだこの動画を見ているやつ、そして俺は12月何をした、別に特に何もしていない、何もして、そして現実は今ここにあって、俺はただ海に帰って、さあ皆さん おやすみなさいっていう感じですね。お、あれスーパー X2 じゃね、スーパー X2 では、いやもしかしたらスーパー X かとかなんとか言ってないね。もうマジ 94% 破壊、もう十分破壊し尽くした。こんなもんですわ。いやー完璧な破壊ぶりを見せつけたな。これは調子がいい。次の街も壊していこう。さあ来い。お、東京銀座有楽町エリアっちゅうことでやっていきましょう。ついに東京に上陸だ。てて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 て
壊せー、この町のパリピども破壊し尽くせ、うおー、テンションが違う、テンションがおかしい。町をこの破壊するって、このクソゲーでもな、本当にクソゲーだからな、買うんじゃないぞ。間違ってもゴジラジェネレーションドリキャスを持ってるからってさ、買うんじゃねえぞ。このゲームは本当にクソゲーだからな、注意しとく、警告しとく、警告しとくが、だから幾分慣れてきてるから、幾分慣れてきて、なんか動きが滑らかに見えるけど、ほら見と、この足元のこの今戦車をぶち壊したからな、ね、12月24日25日キリストの誕生日にカゴつけて、日本ではアベックがねイチャコラして、もう聖の聖夜となっている、そんな12月24日皆さん いかがお過ごしでしょうかね。もうまさにこの動画の上がる時間帯にはもう街の至るところ至る建物のね最上階では、そういった夜の営みがね、ね、育まれていることでしょうね。分かっているのか、この現実を、この現実を無視していいのか。やばい、死んじゃう、ゴジラ死んじゃう、死ぬな。パリピの猛攻なんかに倒れるんじゃない、破壊し尽くせ、街を壊せ、やばい、死ぬ、生きろ、生きろ、吠えろ、雄たけびをあげるんだ。あ、やばい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 、あー、タイムアウト、あ、いいの、あ、なんか壊したわ、なんか壊、なんかいけたわ。お、東京タワーを壊しに行こうじゃないの。ねえ。クリスマスのカラーリングが施されてるんじゃないか。なんならクリスマスカラーだぞ、東京タワー。これ、どこぞの野球場を壊すところが入って。めっちゃ並んでるな、あそこ。まあ、破壊し放題じゃん。てーてれってってー。どこだ、どっかに戦車があるはずなんだが、見えないんだが。この辺がもう完全にクソゲーだよね。攻撃対象が見えないっていう。さあ行くぞ、メインイベントだ。東京タワーをね、破壊し尽くすぞ。よし、行こう。この特製の火炎放射で、東京タワーもこっぱみじんじゃー、おらー。おー、そういったね、クリスマスのイベントをね、すべてすっぽかして、こうやって街を破壊する。何十年前のゲームでね、ゴジラを使って街を破壊していい気になっている。この物悲しさをね、想像すりゃあまりにもいたたまれないので、想像しないでください。怖そう。ただ今はこの街を壊していこう。東京という。この狂った街をね、ここの東京に住まうパリピどもを全て破壊し尽くした時、何か変わるかもしれん。あそこの、あの建物がくせえな、この建物がくせえ、ここを壊そう。まずはここだ、どこだ、ここ、この辺遠いな。よし、いけた、ただ早く戻らないとタイムオーバーして戻れなくなっちゃう。この辺がもう。あー、戻れねえ、ギリ戻って、よっしゃ。何をやってんのか分かんねえな。もう時間通りにひたすらさ、壊させてくれよ。この寺かな？寺も壊すよ。お寺になんかこう、除夜の鐘が響く。除夜の鐘？クリスマスと違うイベントじゃないですか。でもね、自分がキリスト教徒じゃないからか、日本の愛国心が強いからかどうなのかは知らないけど、クリスマスよりもどちらかというと初詣とか大晦日に過ごしたいよね。過ごしたいよねっていう感がある。もう恋人たちがいっぱいいるところにいるのって、なんかミーハー感がしてさ、どうなのって思うけど、そんなもんなのかね、女子はそうなのかね、女の子はそうなんですかね、女の子ってそうなのみたいな。ディズニーとかさ、
行きたいっていう気持ちが全くわかんけどさ、みんながいいがいいみたいな、そういうもんなんですかね。なので、だからみんながクリスマスをなんか楽しそうにしてるから、私もクリスマスを楽しくしなくちゃいけないって、そういう風なムードがさ、街中に溢れるからさ、いたたまれなくなるんだろう。クリスマスなんかなくなってしまえばいいんだよ。なくなってしまえばいい。そういうもんだ。ことさらにね、なんかこうね、クリスマスだからなんだ、クリスマスだから何かしようっていう、そういう魂胆が浅ましいっていう気がするわ。ね、そう思いませんか？なんかそうだよ。実際もうガチでさ、ガチで慣れてる恋人同士だったらさ、クリスマスだからってどっかにさ、行ったりしないよ、きっとさ。ね、それなんか嫌だよね。思いませんか？ね。本当になんか好きな慣れた相手同士だったらさ、クリスマスのなんかテレビとか見ながら家でゴロゴロ、リビングでゴロゴロって、そんなんがいいよな。街に出てるクリスマスラーはさ、街に繰り出してさ、恋人ごっこやってるようなさ、そういう連中はさ、もうただたださ、たださもうその恋人気分を味わいたいがためだけ、よし、夜の新宿副都心を破壊し尽くすぞ。これが今回のフィナーレとなるだろう。制限時間15分、やーってるぜ。うおー、あ、横の建物壊れないんだ。リリー、よーし、よし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 、ててててー、もう恐ろしすぎるよな。何やってんだろ、このゴジラとかいう怪物は。怪物は。あ、これ目の前にあるんだ。めっちゃ目の前にあるわ。めっちゃ目の前に戦車がいっぱい転がってる。めっちゃ転がってる。そんなに死にたい？そんなにパリピたち死にたい？いや、死んじゃうもの。死んじゃうもの。死ぬー。おー、これがしたかった。行くぞ行くぞ、どんどん壊していこう。街をね、破壊し尽くすんだ、この黒き怪物は。いや、まさに愛に飢えている。愛に飢え、そして愛を憎む。愛などというものはゴジラの世界には存在しない。まあでもね、ゴジラもね、ミイラとかね、子育てしてたからね、愛あるのかもしれない。この怪獣たちも繁殖している。それは紛れもない事実。いや、いいね、この絵がね、絵面がいい。実に街が燃えている。ただ街が燃えている。これがやりたくてもうこのゲームやってる感ありだな。いや、いいね、壊れてるよ。よくね、某掲示板とかで書かれている煽り文句みたいなのでさ、ほんとその刺さるのがさ、やっぱそのね、やっぱ陰キャとかからするとさ、そうそうこうね、思いをひっそりと寄せてる女子とみたいなのがさ、もう あっさりとこうパリピっていうか、イケメンっていうか、やりちん野郎みたいなのにさ、手にかかってさ、例えばこういうクリスマスの日とかにはもうね、もう完全に食われちゃってるわけですよ。もうホテルでパンパンやってるわけですよ。その事実、もう少し噛みしめた方がいい。悔しさを持ってな、その舞台にすら上がってない自分という存在の弱さをね、感じた方がいいと思う。そして焦った方がいい。なんならね、もう少し動けばよかったと、12月にね、後悔するのもなおまたよし、ね、何もしない方がいいことの方が多い、こういったことではあるけれどね、こういった事象でこあるけど、ね、ある、こういったことではあるけど、ことっつうか、うん。これ50%無理だな。どうなってんだこれ。このステージ。50%壊そうと思ったら、この辺のエリアを行く必要があるのかな。難しいゲームだね。ね。
まあクリスマスがうんたら言ってるけど、別にそんなすごい思い出があったりするわけじゃないんだけどね。別にそんななんかクリスマスに悔しい思いをしたかって言って、そんな記憶は特にないんだけどね。ないんだけど、なんかそういう圧があるじゃん。クリスマスさ、恋人がいますかみたいな、と楽しくやるもんですよみたいな、そういう圧があるじゃん。それが嫌いっていうかね。おい懐中、おーうえーい、まあもうどんどん言ってますけども、あ終わった。唐突に終わりましたね。はい、ということでここまでだ。来年こそいいクリスマスにしましょう。ほなまた。